皆さん、こんにちは。ただいまより、2023年合格目標の母材横断速習クラスに関するガイダンス講義を開始します。えー、担当はレックの富田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。はい。ということでね、あのー、今日はですね、ガイダンス講義ということでございますんで、まあ、お時間、おおよそ15分から20分程度ですね、頂戴いたしまして、えー、今年度も開講させていただきます。まあ、この母材横断クラスの速修講座。 ですね、即習クラス、えー、これについてのですね、まあ、要点用紙であったり、えー、科目の特性であったり、まあ、講座の特性って言ったんじゃないですかね更、えー、にはまあ僕の方の講義、まあえー、授業自体は僕が担当させていただきますんで、えー、僕の講義スタンスなどについてですね、えー、ご案内をさせていただくと。 いう形になりますで皆さんあのお手元にですねすで、えー、に、えー、ご用意いただいた方もいらっしゃるでしょうしまだ見たことないよっていう方はあのデジタルパンフなどの形もですね、えー、私どものホームページから確認していただくことはできますんで、まあ、今年度もこのね母座用の即終講座用のパンフこれできました。 で学位であったりとかあー、講座セットの詳細などはこちらに入れてありますんで、まあ今日のお話をお聞きいただいた後です、ねえー、再確認、詳細部分についての再確認等をお取りいただくにあたっては、あぜひです、ね、こちらの方をご一読いただいて、えー、この母材横断のね即終クラス、お入りいただくかどうかというご検討のけ材料というふうに、ね、お使いいただけるとありがたいと。 いうふうに思うんですけどもおこの、まあ、母材横断のクラス私どもね母材横断横断というふうに呼んでるんですがあまあ今はね、えー、それこそ他校さんよその予備校さんでも類似のクラスというのはね数多く設定されるようになりました。あですが、まあ、この母材横断 税理士のいわゆる会計科目といわれる「簿記論」という科目とね財務諸表論という科目の同時合格を目指して、えー、講座を展開していこうというのは、まあ、ある意味私どもレックが初めて、えー、商品化させていただいたというところがあるんでまあ,あ私どもとしてはあの元祖としてての自負も持っいいる講座でございますでその中でねまあ帰還となってくるのが母財横断のいわゆるプレミアムコースとかって呼ばれる講座で、まあ、それがねメインとしての母財横断クラスになるんですが、まあ、当然 税理士の学習っていうのはね、あのー、今やろうというふうにお感じになる方っていうのはね必ずしも同じ時期に思われるわけではないわけで、えー、そうなってくると、まあ、年明けとかあそれぐらいからですね、えー、また年末ギリギリになってよし来年の税理士に向けて勉強してみようと、まあ、こういうふうにお考えの方々も当然おいでになるんですが、まあ、私どもがあ展開している基本の講座、ね、母材オーーのクラスでいうとプレミアムコースっていうのが基本の講座になるんですけどもこれはね あの講義回数自体も当然それなりに多いですですから、あのー、基本的には、ねあのー、9月から、ね、税理試験終わって九月からもう聴講を始めていただいて翌年の八月の税理試験に向けてやっていただく一、まあ、年間にわたってやってくださいねっていう基本の講座組になっててもっと言っちゃうとねあの聴講自体講義にご参加いただくのは九月ではなくて五、えー、月とか六月からもできるようにしてあるんですよだからあ人によってはですね1年以上です 1>, 1年3か月とかあ1年2か月とかあそれぐらいのスパンをかけて、まあ、じっくり勉強するねいう方々もおいでになります。まあ、それがオーダーーダのプレミアムコースっていう基本の講座になる、ね、だまあイメージで言うとこちらのプレミアムコースなんていうのはそれこそ簿記2級日照簿記検定の2級までをご学習終わった方々がいよいよ税理士向けてね勉強始めましょうっていう方々はあこの「オーダーのプレミアムコースなんかだったら学習期間もじっくり取れますし。 ね、えー、内容もゆっくりゆっくり確認することができますんでまあそういった方々には非常に向いてるクラスかなというふうに思うんですね。ただ、まあ、当然ね今の話じゃないけども税理試験志してみようというのはみんながみんな確一的にね、えー、9月ぐらいになった税理試験終わってじゃあ9月になりましたと8月の試験終わって9月になったんでじゃあ今から勉強始めようってみんなが同時に思うわけではないですからあ例えば日商簿記検定11月にも試験ありますからね。 11月の検定試験で1級取ったやとかねまた11月の検定試験で2級を無事合格しましたと、まあ、こういった方々が来年の税理試験に向けて勉強したいなと思われた時にまあ,あ母材横断のプレミアムっていうねいわゆるベースのクラスですねこのベースのクラスではやっぱり講義回数自体が多かったりしますからなかなかうまいこと本試験までに講義が間に合わないと。 だそこでまあそういった方々でもね効率よく勉強を進めていただいて、えー、来年の8月の試験まあ具体的には2023年の税理試験に間に合わせていただけるように母材オーダーのクラスのエッセンスをしっかりと凝縮した形でまあある意味濃縮した形で、ねえー、授業を進めていただいて、えー、合格力を身につけていただこうというコンセプトで始めたのがこの「速習講座」でございますまあ,あこの「速習講座」はね講義として使わせていただくもの ね、即習自体はあの通学のクラスライブのクラスってやりませんので、えー、基本的にはパソコンを使っていただいてウェブで授業を聞いていただくというところになるんですがあこのウェブでご聴講いただく部分に関しましてはですね、あのー、プレミアムコースの講義内容をある程度濃縮した形で、えー、講座を聴講していただくというところになるんですね。で具体的には <laughs> 端的な話な話んですけどまあ,あプレミアムコースのカリキュラム自体もね即習の方にもご聴講いただけるようにとうコンセプトで実は組んであって、えー、とプレミアムコースの場合ってね3時間の授業が60回まずあるんですねでこれが基礎期のインプット授業だまずは税理試験を受けるための基礎知識を身につけていただかないといけないですからプレミアムコースの場合には3時間講義を60回受けていただくと。 いう形にしてあるんですけどもまず、えー、即週のクラスの方々についてはその3時間を60回っていうのはかなり負担も重いでしょっていうところがあるんで、まあ、極力そこの負担を減らしましょうと極力ね、えー、減らしましょうという形で少し授業を圧縮させていただいてます。具体的には、ね、3時間の授業を50回に減らしています、ね、で50回ですから、まあ、10回しか減らないのかって言われればそうなんですけども50回に減らしてあって、まあ、言い方ら言るとプレミアムの方々が。 60回授業を受けるうちの51回目から60回目までっていうのはいわゆる保険論点で、ね、点数をさらに押し上げるための保険的論点をじゃあそこで扱う逆に言うと合格するために必要な部分っていうのはまずしっかり押さえていただくのを50回目までに凝縮する形でプレミアムの講座というのを作ってあるんですねでそれを皆さん方即進の方々にご聴講いただく時にはいわゆる保険的論点の部分51回から60回までの保険的部分は割愛をして。 ね、で50回目までのまさに基礎を構成する部分、まあ、点数しっかり取っていきたいねというような部分に関して、えー、皆さん方にご聴講いただくというコンセプトで授業を作ってあるのがこの即週講座なんですよ、まあ、3時間50回ですから決して講義自体は少な,、えー、少ないものではないからねもうちょっと削ってというふうに思われるところもあるとは思うんだけども、まあ、やはり。 合格ということを考えたときにはあ最低限見といていただきたいなと思えるところなんかをある程度お入れながら、まあ、さらに速習の方にもプラスアルファ少し応用的な部分というのは見てほしいなというのがあるんですよ、まあ、そういうのも入れて、えー、ですからあ50回という形にしてありますそうですねまあざっくりした感覚で聞いてほしいんですけど募金論という科目も財務諸表論という科目もねあの100点満点で実施される試験なんですが一応合格ラインで点って60点と言われるんです。 六十点、ただ、これ目安ですよ。あの、実際には競争試験ですから。ああ、一つの目安は百点満点の六十点なんだけど。まあ、その点数を前提とした時にね。母材横断のプレミアムのクラス。ね。基本となってくるプレミアムのクラスのコンセプトっていうのは。まあ、ざっくり言うと、七十五点から八十点ぐらいの得点で合格できるように、皆さんに知識を入れてもらうと。まあ、こういうコンセプトで授業ってやってるんですね。 えー、ですからものによっては90点だって可能かもしれないけどもまあ基本的に60点が合格ラインとした時に20点前後ぐらいプラ,マプラスが上乗せ上がれれば十分合格圏内に乗れるでしょうからそういうコンセプトで作ってあるのがあプレミアムのコースじゃあ即週はっていうと即週はある程度保険的論点をはしょりますから、まあ、そうなってくると、まあ、ざっくり100点満点で60点で合格ラインとした時の70から75ぐらいですね。 これぐらいのラインで点数取って合格できるようにというコンセプトで組んであるのがあ即習のクラスというふうにお考えいただければいいと思います。まあ、ですから即習でも十分ね枯れ木の範囲に属するものなどをこなしていただくことができれば合格ラインに入ることは可能です。で十分それは可能なように講座を組んでありますからまあこれからね えー、実際語学習を始められるのが個々人かなり時間的に差がありますから確率的にどうこうというところは言えないんだけども、まあ、まずはそのインプットの部分をしっかりこなしていただいて、まあ、その後の直前期ですね えー、実際簿記というのは皆さん3人級なんか受けていただいたことある方お分かりだと思います暗記力が問われる科目じゃないんでね応用力が問われる科目ですからあその場その場で問題読んで必要な回答要領を自分で考えながら回答を導出しなきゃいけないっていう要素が税理試験にになってくると非常に高まだいま、だ会計ってどうしても暗記の力うにってる人がいるんだけど暗記じゃないからね応用力ですから。 あで特に税理試験に関して言うと、まあ、私もと,もともとメインでやってるのは募金論なんで論、えー、論ののなんかもも典典型型でですすよ、あのー、募金論の本試験はもう典型応用力ですだから暗記力じゃないからあ何をやろうとしてるのかってしっかり捉えた上で、まあ、その問題その問題に応じて必要なものを自分で考えながら回答を同質しなきゃいけないということが問われるんでね、まあ、そういった実践的な問題への対応力っていうのを身につけていただくということをコンセプトに僕は授業を進めてますんで、あのー、しっかりと。 彼らもこなしていただくことができればまあ多少勉強時間が短くなる即習であってもですよ現に去年のクラスかな母材横断をお申し込みいただいた方まあちょっと学生さんだったんで勉強時間が十分取れるっていう前提はあったんだけどその方ね勉強始めたの2月末ですよ。2月末に母材横断の即習を始めてその年の本試験。 まあ非常に学習クールが短いし優秀な方だったっていうのはあるんだと思うけどもあのその年の母議論と財表ダブル合格していただいてますそういう方もいらっしゃるんですちゃんとなすべきものをなしていただければあ合格力を身につけるという意味では全く問題なく、えー、即習のクラスというのも組んであります、えー、ですから、まあ、こちらのカリキュラムをねしっかりこなしていっていただくことによって、まあ、皆さん方確実に2023年の本試験 合格を手にしていただくことはできよううううというふうに思うんで,す、ね、でまあ今申し上げました通り、まり、あ、一つの目安で言えば僕の感覚ですけど60点で合格する試験100点満点のうちの60点が合格ラインだとするならばまあ速習の方は70から75これぐらいの得点で合格をしていただくということをコンセプトに授業は進めています。えー、したがってまあ1回3時間の授業ですからあそれなりにね えー、聴講していただくだけでも大変だと思うんですよ。ただ幸いなことにというかあ、私どもレックっていうのはこの速習に限らず基本的に講座っていうのはウェブで展開してます。あの通学のクラスも一本だけやってますけどね。僕は水道場小本校っていうところでやってますけども、まあ基本的にはあ授業というのはウェブで展開させていただいている。まあそれは。 いつでもご都合のいい時間帯でご兆候だけるようにっていうコンセプトがまずあるのと、まあ、あとはとにかく固定費の削減ですよ、ねえー、やはりね多くの方々社会人さんがやっぱり税理士っていうのは勉強される方が多いので自分のお給料の中からあ学費というのも捻出しなきゃいけない、まあ、そうなった時に、まあ、一番ねある意味効率的っていうのかなコンスタンスに勉強を進めようとした時には通学のクラスって悪くないんですよ。なぜなぜらら決決ままっったた曜日決まった時間に授業があるから 強制的にそこ行かななきゃいけないけんでねだから、あのー、計測的に授業を進める、えー、勉強を進めるという意味では通学のクラスって利点があるんだけど当然それを展開するとね固定費かかるでしょ固定費かかるから学費が高くなるに決まってるんですよただそれをねじゃあ,あ比較的お若い、ね、社会人さんに年間学費として20万30万学費を払ってくださいっていうのはやっぱり負担が重すぎる、ねまあ、そういうのもあって私どものコンセプトとしてはまず税理士というものを志す方々に ねえー、さほど経済的負担が大きくない前提で勉強を始めていただけるようにということで力をさせていただいてますですから、まあ、レクはもうかなり歴史も深いんですけど授業自体ウェブへの、ね、転換というのはだいぶ前からも進めてるんで即週講座なんかもウェブの授業をメインに設定させていただいてるから、まあ、そういった意味で学費の低減というのもつながるんですけどあと大きな利点がね倍速兆候が可能になるんだよね。 えー、通学で、まあ、やっていただいた分には僕は1.7倍とかで話すわけにいかないんで <laughs> 何てかえかなくなっちゃいますから僕は普通に話しますけどもそうするとまあ当然3時間丸々聴講しなきゃいけなくなりますがあウェブでの聴講ということであればご自分で判読が可能な限り1.7倍でも2倍でも別に構わないわけでしょ。で倍速聴講を進めていただくことによって学習聴講時間自体を縮めて聴講、ね、時間を縮める だからもう当然時間ののきますすからそこの部分でで問題演習ですよねもう当然簿記っていうのはくどいようだけども話聞いただけじゃどうにもなんないですからね実際自分で手を動かして計算手続き仕分けのを起こすでもっとそれを集計するこれら手続きを何回も何回も繰り返しやんないと絶対問題解けるようになりませんすなわち他の試験と違ってマークシート式でね大体こんな感じっていうのを知ってりゃいいですよって試験じゃないんですよ税理試験ってましてや財務諸評論という科目には会計理論の論述もありますから。 だ当然のことながらこれに関しましてもねやっぱり大体こんな感じで知ってりゃ受かる試験とは訳が違うね金額計算の話が含まれるわけですから当然1円単位でドンピシャ答え合わせて何本1円ずれたらもうそれはただの誤答なんです100万ずれようが1円ずれようが間違い間違い一緒なんですねねそういう話ですからもう当然そういう科目を皆さん受けなきゃいけないまあもともと税理士ってそういう仕事ですからね、えー、そういう仕事ですから当然それを目指さなきゃいけないわけでしょ でそうなってくるとあの自分でどんだけ手を動かしたかすなわち問題をどんだけ解いたか絶対必要です。は必要ですよこういう考え方だというのをまずご理解いただかなきゃいけないで講義は講義で受けなきゃいけないけども受けた後にしっかりと復習をしていただく、ねえー、それに対応する問題集の問題演習などをしっかりこなすということはもう極めて重要ですからもうこれは必ずはやんなきゃダメです。でやんなきゃダメだけど兆候、まあ、自体をねウェブでやっていただくことによって倍速兆候ができればあ当然時間がはしょれるわけですから。 そこの部分で問題演習量を増やすととかああこういううい工夫も効くと思うんだよねでそういう勉強のスタイルが取りやすいのがはウェブ講義の一つ僕は大きな利点だと思いますまああとデメリットはあえてい,いやねあの気持ちが慣れてしまった時になかなか復帰できないっていうのは実際あるねこれいいとこばっかじゃないよ当然人間ですからああなかなか点数が取れないとかなかなか答えが合わない時に、はああもう嫌だなってなる時ありますよありますありますででもも、まあ、そこでもう一回ね 今あ自分が思ってる税理士格に挑戦してみようという熱い心をね思い起こしていただいてまあ難しいのは当たり前だよとだって何回しか税理士験の勉強やってんだからできないのあったって当たり前だとねでやめるのは簡単よいつだってやめれんだから別に皆さん義務でやってるわけじゃないからそうでしょおやめるのは簡単ただやっぱりねせっかくやろうと思って勉強を始めてここまで兆候を進めて問題も解いてきたそれを全部パーにするようなことしていいのかな やっぱり考えていいただければよし,しょうがない難しいのは当たり前できないところもあるでも次の論点に行ったらまたできるものが出てくる、まあ、そういうふうに思いながらあしっかりと調クを進めながら嫌だなと思いながらも、まあ、問題演習をこなしていくと結構問題どころが楽しくなったりしてきます。ね、でどん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 新しい知識が入ってくれば今までと違ったものの見方もできるようになるだろうし。 ねえー、そういったことを楽しみながらぜひ調校っていうのは進めてくださいで皆さんこのデジタルパンフなんかでもご覧いただけますけどねこのパンフレットの中で講座設定のご案内入ってますまあ今総論的な話をさせてもらったけどまず皆さん方に最初に受けていただくのがインプット機ね基礎機のご調校講,講義を受けてもらいますでこれくどいだけどこれプレミアム講座で使ってるのと同じ講座を皆さん方に調講していただきますただし回数はプレミアムは60回ですが 即週の場合には50回までに止めますで50回までに止めてただ51回目以降にに使う教材も皆さんにはお渡ししますだそれはあのー、50回までの内容をしっかりこなすことができたらば余力のある範囲内でチェックをしていただくという形余力がなければそちらは飛ばしても構いませんのでまずは即習講座でねインプット時に皆さん方にご彫刻いただく50回までの部分をしっかりやってやくでさらにこれ大体授業がね8回とか進むこと。 8回授業を受けたら1回やんのが実力確認テストこれ要は月齢試験です大体、ね、9月から開校する講座に関してはあ1ヶ月の間に8回ぐらい通学のクラスまさにそうなんだけど8コマぐらい授業が進むと1ヶ月終わる感じなんで、えー、月いっぺんのペースで実力確認テストっていうのを受けてもらうただこれ即死の方は月1だとちょっとやっぱり時間的に間に合わなくなりますからもう少しクールは早くなると思うけどもまあ月齢試験に準じるのが実力確認テスト。 ね、でこれは僕がねあの授業をご聴講いただくにあたって普段授業は僕パワーポでやりますからパワーポイント使ってやるんで、えー、授業の最後にパワーポイントにここまでデザイン何回の月齢試験受けられますよ実力確認テスト受けられますよってご案内入れてきますからまあそれが出てきたらねよしここまで60に応じて実力確認テストやっていこうとこれ必ず解いてくださいねで解いたらば必ず皆さん答案のご郵送をお願いします自己採点ダメですダメです あのいやいや簿記論とかだったらいいじゃんと簿記なんだから別に自己採点できるでしょと思う方もいらっしゃるかもしれないけどこれね自分で許容されると思ってても採点上絶対許されないって結構ありますからねっていうのも典型的に簿記論なんかだったのは感情を作ったりするんですよ回答用紙に感情出ますからで感情を作る時に日付と相手科目と金額書くでしょでこの相手科目なんかがあのしっかり書けてないと簿記論全部バズになるねなりますよでも日商の簿記検定ってあんまり感情を書かせないんでね だ普段書き慣れてないのよでどこまでが許容されるとかどこはダメだとかっていうのはやっぱりなかなか分かんないと思うんで答案っていうのは人の目が入って初めて意味がありますから必ず月齢試験は解いて、えー、本部の方にご郵送くださいねでその時に私どもの方で是正していただきたい部分があればそれは赤入れで書きます。例えば金額単位のの桁ごとの位取りカンマ入れてます皆さん、ね、ああいうんだってちゃんと入れなきゃ罰になるからね。でさらにに言うととと数字の7と1が読みにくいとか ねあとはどうしても僕も人のこと言えないんですよすっごい字が汚いから人のこと言えないんだけど癖字の人っているでしょ感情科目書いたりするから癖字はね自分では当然いけると思って書いてるんですよ僕だってそうです僕はもう多分予備公開一字が汚いんであの癖字でも自分はいけると思って読んでても書いてても人から見た時にこれちょっと誤認するなっていう風に思われる答案ってあるじゃないそういうのって本試験当然全部罰上がるね あのー、基本的に受からそうと思って採点してませんからそれはそうですよそれはもう簿記の32句と全然違います税理試験はそもそも本来的に言うと各科目とも上位10%が受かる競争試験です上位10が受かる競争試験っていうのは基本のスタンス、まあ、近年簿記論代表っていうのは大体 15%, 15超えるぐらい出てますから少し合格はしやすくなってるのはあるけども基本的には上位10%が受かる競争試験なのね。 さっき言った点数の100点,100点満点のうちの60点が合格目安っていうのは本当に目安なのよ。だ簿記論なんで僕がメインで担当してる簿記論って科目なんて顕著ですよ。各予備校の配点予想に基づいて言えばい42点とかでも合格しちゃってる時って全然あるからねだから要は半分以上できないんですよできないんですよ。あのそういう科目です税理試験ってそういうもんですからそもそも採点自体がもう受からそうと思って採点してないですから落とすための採点ですから。 だから誤字脱字あとは勘定記入なんかを例に挙げたけども基本的な作業論に合ってないとか本来のルール守ってないとか全部スです、えー、そういう前提になりますからやっぱ答案ってね人の目が入んないと危ないですよ例えば簿記論であったもんで財務省評論の理論なんかは当然人に読んでもらわけなきゃ意味ないでしょおかだそういう前提のものになりますから必ず月齢試験解いて送ってくださいね,ねでちなみにこの月齢試験をちゃんとコンスタンスに解いて送っていただくと まあもし万が一不吉な話だけどもし万が一不合格になってしまった時に、あのー、学費のキャッッシュバック対象になりま,すまあ本来やるべきことをちゃんと行いしたのに残念な結果になった方は来年以降もう一回じゃあ頑張っていただくために学費で支援しましょうということでキャッシュバックの対象になったりもするんで、まあ、そのキャッシュバック制度なんかはあ詳細をねまた皆さん方ホームページなどで確認していただいたりまた即進講座の場合には1回目の授業としてあのー スタートアップ講座っていう簡単なご案内の講座も入れてあるんで、まあ、そちらの方でもご案内してますからね、えー、そちらでご確認いただいてもいいんですがあ必ず答案の提出はねするようにしてください、まあ、そういった支援制度の適用っていうのもあるけども、まあ、僕の立場から言いやしっかりと身につけていただいた知識というものを正しい形で答案に反映できるようにするためには人の目が入んないとダメ意味がない ね、だから必ずこれは出すようにねお願いしますでこれでインプット期終わったらその後直前期ですでこれ直前期はね基本的には通学のクラスを前提にするとゴールデンウィーク明けです5月のゴールデンウィーク明けからが一般的に税理試験に関しては直前期と言われます8月の本試験なのに5月のもう頭から直前ですよ長くないって思うでしょ長くない <laughs> ね <laughs> 長くないこれね始める前は 長って思うんだけどやるとね足んないよこれね直前期はまあ基本的に論論財務評論こかから分かれます事業自体基礎期の授業は母罪合格を目指して簿記論財表共通で勉強していただくんだけど直前期はもう簿記論と財務省論で科目分かれますからで分けていただいてまず直前の講義これ保険的論点であったり基本的論点の再確認ですねまあこのための講義を2時間半で12回やります で12回あるんだけどそれとは別に当連があります当連でこれがまあ今度の本試験に向けてのねえー、皆さん方に押さえておいていただきたい論点なんかを網羅した本試験レベルの当連もうこれを解くんです、ね、本試験では2時間で上がって解きますでこれが募金6回材票6回ですから合わせて12回で公開文字これがうちの本試験予想大山の問題になりますが募金と材票で1回ずつですから計2回で最後に まあ公開模試に準じる論点とか最後にプラスアルファ見といてほしいな保険的論点を集めたのが予想答練、まあ、1年間長きにわたって勉強するのが税理試験ですから当然1回国旗の模試に全ての要素をエッセンスとして入れる無理なんで、まあ、それに準じる論用とか保険的論点ひっくるめて直前予想答練っていうのを簿記論代を3回ずつやってもらうんで計6回あります答練だけでもね単純に考えて20本あるんですよ2時間かかって解く答練を20本解く これ当たり前だけど「当連」なんつうのは1回通るだけじゃ全く意味ないですから1回目をまず解いて次に2回目3回目4回目え複数回解いて当たり前で僕は大体基本的に言うんだけどあの問題集とかレののってのは基本的に最低3回なんですよ最低3回解かないとまああんまり意味ないかなと僕は思ってる自分の経験上2回通うだけじ足んないですね えという気が僕はしてますだからそうするとその3回目を解き直すってことを考えてもねやっぱりどんなの遅くても6月ぐらいから直前の授業入っていただかないとちょっと本試験間に合わないかないうところが正直あるんでだから皆さん即進の方々ね本当に学習開始時期は人いろいろなんでまちまちですから共通的に言えないんだけどもまあ、極力ねまず学習計画をしっかり組んでねインプット機の兆候自体を 確実に、まあ、どんなに遅くっても5月いっぱいぐらいでは調校を終えて6月からは本試験直前期の準備に入れるように、まあ、理想で言ったらゴールディング明けから直前のにに入れるようにしていただくのは理想ですよただ、まあ、本当に学習期間が短いという方もいらっしゃるだろうし、えー、さらに申し上げればね年度末かかりますから忙しいという方もいらっしゃると思うんで、まあ、そうなるとなかなか授業進まない時にもあると思うんだよね。あるるると思うけけけどもで、まあ、できるだけできるだだ どんなに遅くても6月からは直前期の兆候に入れるようにね、えー、してっていただかないと、まあ、今言った通り直直前のの見直しとかはまずできないですあのこれ2時間の登連ですけど見直し2時間じゃ絶対終わんないですよ。税理試験ですから。税理試験の問題って2時間なんかじゃとてもとても終わらないです。見直しという意味で言えば。 だ2回目は当然1回解いた時の誤頭箇所を見直したり解答要領を見直したりって作業が入るわけだからこれね1本通れん見直すだけでも4時間かかるか5時間かかるか分かりませんそれぐらいかかりますかかります全然かかりますまあ人によっちゃは要領よくやることによって2時間の通れん見直し2回目の見直し2時間で終える人もいるかもしんないでも1時間とかじゃ絶対無理ですだからある程度直前期にね早め早めに入れるように 基礎期の調計画ってていうものをしっかり立てて、ね、でその上で、まあ、プランニングをした上でね、まあ、予定通りはいかないかもしれないけども何も無計画にやるよりよっぽどいいわけですからあその前提で学習計画を立案していただいて、えー、即終の講座というものにねお入りいただくことができればあーきっと来年のの試験何の問題もなく合格できると思います確かに学習開始時期が遅れたで学習期間全体が短いっていう不利益っていうのはあると思う。 これは事実としてありまますすよくくご相談いいただくから言いますあのプレミアムの人よりも勉強時間短いんですけど大丈夫ですか間違いなく不利益はありますよ不利益はあるだって時間かけた方が有利になるに決まってんだからでしょじゃあ逆に言うとプレミアムの人たちはその有利さを本当にフルフル発揮できてるかっつったら実はそうでもなかったりするやっぱり一回一回の進路が緩かったりするから服従がちょっと間延びしてる方も実際多いんですで大事なのは時間ではない内容なんですどれだけやるかなんです でそれを確実にこなして現に合格していただいていいてるる先輩方はざらにいるだからあーこれからのね勉強っていうのは調校、まあ、時間もあるし問題演習時間も取らなきゃいけないそうするとまあ即慮の方の方のがね勉強を始めてから本試験までの期間ある意味忙しい時間は長いかもしれないですよだって6月とか7月から勉強を始める方はわりかしゆっくりゆっくり勉強できますからねえ 例えばですけど1日1時間半とかで勉強できるところがじゃあ即死の方は1日3時間必要になるかもしれないですよねやっぱり時間が短いからでそれは現実的にあるかもしれないでもそこの部分を憂いいてもしょうがないんですね今可能な限りでできるところまでコンスタンススタにやっていくそうすることによって確実に最終的にカリキュラムをこなすことができれば来年の本試験何の問題もなく受かりますからでしょあその前提でやっぱり 今ある状況を前提としながら最善を尽くすという形で勉強っていうのは進めるしか僕はないと思うので、えー、それに皆さんにご要望をお答えできるようにということである程度カリキュラムも構成をさせていただいてますから是非ね、まあ、今税理試験というものを前向きにお考えいただいている方々ね、えー、この即習講座というものも是非一つの考慮材料に入れていただいてご検討いただけるとありがたいなと。 いいうふうふに思いますであとはですねまあ簿記論財表やっぱり2科目分の勉強になりますからそれはそれで、えー、学習負担というのはありますであるならばじゃあ1科目簿記論だけとか財務省論だけとか1科目で絞って徹底的にね勉強することで確実に一つ一つ積んでいこうっていうのも一つの判断指針だと思います。でそうなった時に私どもの場合1科目ずつのご兆候は「パーフェクト講座」という名前で「簿記論パーフェクト」。 財務論パーフェクトやはりございますでこれはあもう1年間やっぱり9月ぐらいから調講を始めていただいて8月に試験を受けていただくという前提の授業ではございますけども講義回数もそんんなに変わりませんだから募金論だけ財表だけっていう形で科目を絞ってね勉強をしていただいて1個ずつ合格を積み上げるっていうのも全然選択肢としてはあれですから、まあ、これから皆さん方のね、えー、年度末 2月3月4月3 4ぐらいですねと年度明けのおそれぐらいまでの、まあ、お仕事のペースみたいなものもね、えー、社会人2年3年という形で経験されてる方だったら、まあ、なんとなくイメージつけてられるところもあると思うんで年度末が非常に忙しいとかいうところであればね、えー、ある程度一、まあ、つの科目に絞った方のが学習負担は少ないですから目論だけやってこうとか表だけけややっっててここううととかかそういういいのもありだと思います、まあ、そちらの方々はパーフェクト講座というものをご選択いただければいい。 ちなみに私はパーフェクトに関してはーキ論の担当になりますんでまあそちらをじっくりやってっていただいて一つ一つ合格を目指すというのも全然ありですからまあこれはね、えー、皆さん方の置かれている状況を勘案しながら、まあ、総合的にご判断いただければと思いますし自分一人ではやっぱり判断しにくいなっていうところもあると思うんですよでお一人お一人置かれている状況って違いますからまあそういった部分に関しては私ども本部の方にね、えー、お電話等をいただいてですね えー、受験に関する専門知識を持ったスタッフがあ皆さん方の状況をお伺いしながらね、えー、一つご提案というのを行うことも可能だと思いますんで、まあ、そこはご遠慮なさらずにね、えー、どんどんお尋ねをいただいてですね、えー、疑問点解消の上で、えー、前向きに勉強に入っていただければなというふうに思いますまあ繰り返しますけども即習講座ってやっぱり始めるのは多少不安があると思うんですね。短い時間大丈夫かな いうのは当然あると思いますあるとは思いますけども、まあ、極力、えー、そういった方々に不安を感じていただかずかつ合格に必要な知識というものをしっかり身につけていただけるようにというコンセプトのもとで、えー、カリキュラム日程であったりとか 講座内容であったりとかまあそこはね、えー、勉強を始めていただければしっかりこなしていただくことによって十分対応することは可能だと思いますんでねまあ、繰り返しになりますけどもおーそういった話を前提としながらあとはお一人お一人置かれる状況あると思うので、ね、疑問点があればどんどんご質問いただきながら、ね、ご納得いただいた上で勉強を始めていただけたと、ね、いいんじゃないかなというふうに思います。 まあ,あ以上がね今日ののガイダンスの趣旨ですちょっと飲みましたけどね、えー、これぐらいで終わりにさせていただくんでまあまたですね私の方で授業は担当させていただくところになりますからあーぜひねまあ僕はこんな感じなんで <laughs>、ね、あのー、決して理知的なお話の仕方をするわけでもなく、ねえー、少し聞きづらいダミ声でもございますがまあ,あご聴講いただく機会があればね えー、僕は皆さん方に合格していただけるように最大限努力はさせていただきますからね是非、えー、ね前向きに捉えていただいて来年の税理試験合格を目指してね一緒に頑張っていきましょうはいということで本日のガイダンス講義は終了となります皆さん長い間ですがお付き合いいただきましてありがとうございました是非ね、えー、1回目等は調校無料聴講もできますからあそういったものをお使いいただきながら前向きにご検討ください、えー、本日はお付き合いいただきましてありがとうございました